一日、お疲れさん。どうもしくです。ジョンです。安井です。聖監督です。トドルです。今日の企画は第2回恋する男子鍋。あ、相手だったお前。いやいやいや、気持ちだったらそっちは分かるけど、こっち行くな。リーダーも気持ち相手なかった。なんか相手だ、相手だ。いや、もう一人だから、もう一人、もう一人だけじゃないからな。記事を来ましたね。はい、よろしくお願いします。これちょっと好評だったんですよ、コメントで。第2回もぜひっていうことで、今回もちょっと質問ね、募集させてもらってまして、まあ恋愛から人生、いろいろ今回も集まってきてますんで、恋愛じゃないですね、恋愛以外ももちろんで、ご飯食べながら、はい、ぜひ答えていきましょうという企画でございます。はい、それではやっていきましょう。あっあげます。おおおお、めっちゃ豆乳鍋だ。第1回はキムチ鍋ですが、第2回は豆乳鍋です。おいしそう。で、1回目はね、早々にもう皆さん食い尽くしてしまったので、第2回は増量しております。ありがとうございます。以上、以上、増量鍋です。結構量あるね、今回ね。食べてくださいね。いただきます。もう残ったの全部、鶏も入ってますんで。残ったの全部、全部食べる。もちろん、もちろん、もちろん全部食べます。じゃあ皆さん食べましょう。はい、いただきます。けどほんまに素朴な疑問なんやけどさ、はいはいはい、ジョン大食いみたいな、狙わん方がええんとちゃう？ほんまに普通やん、普通。ほんまに普通。人よりちょっと食えるとかでもなく、ほんまに普通やから、ペン買ったら意外に食うねってなるのに出しちゃうから。そうそうそう、奥さんと一緒にみんな飯食った時に、はいはいはい、ほんまに食わないよねって奥さんに言われてたのに、こいつガチで食わねえんだよって思ったよ。奥さんに言われた後、ジョンもなんかほんまにちょっと梅干しみたいな顔してたな。あれやけど、奥さんに言われたらもうほんまに。妻にはやっぱ本音で喋ってるから、あちょっと食うの苦手やな。苦手やな。ちょっとずつ皆さんお口動かしつつも、喋る方のお口も動かしていただいてということで、よいしょ。早速質問いってみたいと思います。お願いします。まあやっぱ恋愛系が多いんで、はい、はい、そっちから先みたいな。噛んでる、噛んでるな。多いが、ちょっとあの方言、うん、いきます、はい、第一印象で、ああなしやなと思う女の子の特徴。第一印象でなしって結構すごくないですか？よっぽどやな。声とかも意外と見てんじゃん。いや、でも俺も声がでかいかも一番。声、ああなるんね。声かどうかあれな、声量は結構見るかも。でかいとかね。そう、うるさいとか。ああ俺うるさい無理やわ。だから俺うるさかったらちょっと友達とかは全然いけるかもしれないけど、付き合いたいとかあんま思わないですね、正直。キーキーうるさいタイプ無理やわ。どこかにやっぱおしとやかなところが出てるかもしれないですね。子供っぽい子とかも年齢的にちょっと違うくなってきたもんな。なんかすぐ不機嫌になるとか、あーそっちね、なんか文句言ってるとか、外に対してもなんかあんま関わりたくないなってなっちゃう。なるほど、愚痴が多いって。そう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 、掃除でのぶとい人がいいですね。まあまあまあ、ドンとしてる人はやっぱいいですよね。声ものぶとい人がいいです。声のぶとい人がいいんだ。渋すぎるやろ。なんか俺やっぱ響く声好きやなと思って。この辺で喋る人もいいな。監督、監督みたいなよりは、監督出てくる女の人の方がいるよね。そういうの喋り方っていうか発声じゃない、デリとかじゃなくて。そうそうそう、あーなるほどね。発声の仕方というかね、どぎついファッションもあるね。ゴスロリとか若いファッションってなるとちょっと俺はじけてしまうかもな。はじいてしまうかもな。興奮してしまうかもな。大変だったけど、めちゃめちゃマッチしてたな、今。はじけてしまうって何？バルジーになっちゃったけど。俺のじいちゃんみたい。ちょっと待って。ならじいな。やめろ、ならじいいじってくんなよ。いじってないよ。大体じいってそういうつけられ方。どっちも。じい、増えてない。じいだ。まあ、というわけで皆さん、声にはちょっとご注目というか、お気をつけください。まあ、気をつけれるとこは何だろうな。ファッションとか自由なんで別に僕はいいと思いますよ。そうね、ある人とつければいいし。そう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 、声は結構じゃあ共通でとかでしたけど、声量とかね、でかさとか。続いていきましょう。一度冷められてしまったら復活することはないですか？これは悩んでますよ。恋する女子鍋から来てますよ。うるせえなこの師匠。恋する女子鍋裏でやってるのね。裏でやってるんですよ。やるの再燃したこととか。再燃ってないかも。冷めた後にってないな。冷めないよ。ないけど冷めたこと。うん、冷め切ってたらやっぱ無理よな。ああ。ちょっと離れてたら。ちょっと今一緒に飲むの嫌やなから再燃するは全然あった。横で寝てるのがすごい嫌だってぐらいレベルだったな。ああ
そういう好きでもないですか、一緒にいるのきついみたいな。どうせしちゃうな。でも俺別れようと思ったら結構冷めそのままいくかも。あ、別れるまでいったそうか。別に俺冷めることもないからな。あ、ほら、うん、いや飽きるとかはある、うん、なんかそのパツンって女子がよく言ってるのその、パツンだもんみたいな状態で、ね、女の人に会ったことはあんまり、いやだるいなー、めんどくさいなとか思うぐらいで、それはない。冷めるっていう変化が俺ない。じわじわと、あ、もう無理やなっていうのを感じるだけで、冷めてはないな。で、別にまた会って、あ、やっぱ面白いなって思うから、なんかもうずっとこのメーターこんなんやから、そのモードの切り替えって感じじゃないわ。あー、そうなんや。俺もわからない。カチンって切れるコンロみたいに。あ、もう無理やなって思う。あー。わかるよって思う。そしたらもう無理。てか、言うけどな、俺。言って治らへんねん。ああ、でもね、ちゃんとサインは出てるよってことね。あ、そう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 。話して、あ、もうなんかこれずっと繰り返されないからきついな、わかるよ。ちょっと私は僕は高いです。え？大丈夫？経費。100g あたりいくらだと思いますか？どれですか？今僕たちが食べてるこの豚しゃぶです。ちょっと待って。いや、ちょっと150円とかに抑えてほしいな、俺。60円とか。まあそう。理想は100やけどね。バラはちょっと高いよな。しゃぶしゃぶよっていうくくりなんでちょっと高くはなりますが。グラム200までは許しましょう。こういうの遠いからな。買えませんか。政治家だ。政治家そうな。子育てしたことない政治家だ。なあ。ちゃんと言った。ちゃんと言った。じゃあ本日の豚バラ 100g あたり250円です。ちょっと高いな。ちょっと高いね。ちょっと高いな。はみ出てんじゃないの。ちょっとはみ出てます。これは次からもうグラム、いや100グラムあたりいくらいかでって。おい、何チャンネルなのこれ。主役チャンネル。主役チャンネル。黄金デケチャンネル。黄金デケチ1万円チャンネルじゃん。1ヶ月経験1万円経験。冷められたら復活することはほぼないということですね。冷めとれば冷めないってことあるあるある。あるんか。冷めないってこと。冷めないってことだよね。飽きるとかっていう感じ。新しい一面とか昔のあの頃をやってくれたら別に。でこうなってるところからは取り戻せるぞっていう、ね、そうはいはいはい、こうなったら終わりだね。で、最後のそれはそう、うん、ありがとうございます。ありがとうございます。以上、まあ、これは永遠のカップルの悩みに続いていきます。はい、あれ、はい。いつまでも彼女とだけしてて何ヶ月何年経っても飽きないのかどうかが気になります。あー、飽きるこれ飽きるか飽きないかっていう質問に関して言えば、まあ、飽きるそう、別の人としゃべるかどうかは、うん、別だけど、飽きるか飽きないかって質問に関しては飽きますね。これってさ、向こうもそうじゃないの。絶対そうやったもん。お互いそうやろ。うん、いやー怪しいね。マジ。いやだから好意と愛とか心の気持ちよさみたいな、愛情を感じれるとか、なんかそういうのがめっちゃ密接に繋がってる人は多分飽きないというか、他の人としないしても意味がないというか、好きな人とじゃないと意味ないみたいな人は女子にはいる。男もいるから、そう考えたら、でもそれって飽きるか飽きてないかって別なの。あ、だから飽きないんじゃない。そんな人たちもやってる。タントなんとかヒーリングみたいにできる人に会ってんけどさ、タントなんとかヒーリング、お腹の上こうずっとバーって押さえて、ちょっとしたマッサージやるだけで行かせられるみたいな。理屈上行けるらしいね。だから子宮域かなんかで、ポジションね、セックスのそのドーパミン的快楽とオキシトシン的。えっ、エッチにもあるの。あるらしくて。恋愛にはあると聞いてるけど。そうそう、その子宮の方はだからオキシトシンらしいから、どっちかというと飽きないというか。へえ、最強の安定ってことでしょ。そうまだ深いなと思って。え、じゃあ僕らは飽きちゃうってこと。ドーパミンばっかり求めて刺激でこのプレーもやり尽くしてもう飽きるとかはあるけど、そのオキシトシンの領域に達したら多分飽きんだよ。あ、俺らにもオキシトシンの領域あるんや。あると思うんですよ。へぇ、そもそもその行く部位によって出る成分でちゃうんや。あー、なんだこいつら。エロビア。エロビアだべ。狙ってるで。なんかちょっと狂犬なんか越してますもんね。確かに。ねえ。奥で行くのと G スポット行くのとクリニカのじゃあ出るセリフ全然違うから、クリニックと男性と近いものをセリフが出るのよ。はいはい。だから、なんか行かせるとちょっともうやめてってなっちゃうっていう。ロックで行くのは別に飽きないから、その幸せみたいな出やすい。ああ、そうなんや。だからほとんど飽きるんじゃないって話やな。飽きる飽きないで言ったらな。そうだから、ほんま飽きる飽きないで言ったら飽きるわ。いや、これセックスに限らんくらいな。全く変わらなかったら、全く新規のエピソード出てこなかったら、この場にも俺飽きると思うんで別に。新しいエピソード出てくる年を追う、それに向けてなんか新しい刺激が入ったんだから俺たちは楽しいわけであって、だから別にカップルだろうがセックスだろうが何だろうが同じことしたら飽きるとは思う。俺タグに飽きんのかっていう話あるよね。ああ、一服しよう。いやいや
なんでそうだよ、師匠に書く。師匠だろ、師匠。鍋ができるまでの間だったらいいですか。湯気に隠せよ。湯気に隠せよ。副師匠みたいな。いつ来ました。師匠だな。一番上じゃん。だから飽きるか飽きないかで言ったらこの質問も来てるんですよ。はい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 。おっぱいって見飽きますか。あー飽きんの。これどうでしょう。あー見飽きます。おっ飽きる。おっぱい俺飽きんぞ。俺おっぱい飽きったことないかもまだ。彼女と最初付き合ってすぐってめっちゃしたいやん。したいしたいしたい。で半年とかしたらまあまあ別にそんな無理してずって。あああの時ほどの衝動はないね。ってなった時にやっぱ俺おっぱいへの執着ちょっと落ちてるで。へえ。あの執着っていう面では落ちてるかもやけど飽きるっていうところまで落ちてないなってな。俺もそうだ。おっぱいはやっぱいつだって宝なんよな。やっぱおっぱい見るってやったらやっぱ見るもんな。見る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 見せてって。おっぱい吸いたいもん、可能な限り毎夜。まあまあおっぱい吸いたいよな。吸いたいよな。うん。箱さんもやっぱ吸いたい。吸いたいっすね。吸いもんならね。吸いたい。なんかいつまでも同性の心で持てる。すごいよね。素敵だよ。もうね、結婚してもな、うん、童貞戻れるって。かっこありますおっぱい。まあでも触りたいなという気持ちは残り続けるよね。かっこいい言い方、かっこいい言い方。おっぱいの話してるんで合ってるんですよね。おっぱいなしは僕は言いたいこと勘違いしたのか。ただその見るという観点で俺飽きる気がしていて、インスタ見たらいろんなおっぱいあるじゃないですか。まあ、この世にはね、この世には、うん、そのなんか感覚は分かるけど、これ別になんか触れたくはなるじゃない。触れたくならないってこと正直ならならない。ああなるほど。触りたくない日はないけど、うん、いやもう飽き枠来てると思うで。最初のおっぱい50やったとするポイント、うん、それがもう長く付き合ったりするとどこまでさ25なのか1なのかっていう10ぐらい10ぐらい。これなやっぱな、なんか AV とかもう1本見てられないので、同じ AV を何回も見れないやろ。だからもう俺1回見た AV は2回見ないよ絶対。365日違うやつ。そうそうそう言ってた言ってた。そうそうそう、絶対違うの見てて1回見たやつはもう見れないから、はいはい、ほんまに極度のあかんだよと。飽き性だ。飽き性だ。使い捨ておっぱい。すごいね。使い捨ておっぱい。うん、言い方悪いよね。ワンデーワンデーおっぱい。ワンデーおっぱいだけれども言い方悪いよね。ワンデーチチビューだ。おっぱいで存在には絶対飽きないんだが、特定のっていう、もうだから1回味わったらいい。なるほどね。同じさ、女優もでもいろんな作品が出てくる。それやったらいけるんちゃう。それはできるんですよ。あじゃあ、じゃあ同じおっぱいでもただ。そうそう、ただおっぱいでもただ。そう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 。飽きる人もいるけど、まあ一応ここで言ったら41で飽きない。そうだね。セックス飽きんのにおっぱいは飽きないんやね。おっぱいの方が身近なんだよね。セックスやっぱカロリー使うからさ。まあ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 、まあ、おっぱいは揉むだけだとすごい簡単な、うん、おっぱいはちょっと浮気できるしな、その動画とかでチラッと、うん、ああ他の見れるっていうね。鑑賞をするだけ。鑑賞で見るだけ。それで別にセックスも浮気できる。いやいやもう浮気できる。確かに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 。どういうしょうかね。あれを浮気と言うなら見て楽しむもんやな。飽きないですね。まあじゃあ次、はいはい、ちょっと恋愛系以外も来てるんで、ね、そちらも読んでいきたいなと思います。はい、人生の選択に間違いはなかったってよく聞くけどどう思いますか。こういう質問来てますね。これ間違いがなかったというのは間違いで、お正しくは間違いがなかったと思うように基本的にプログラムされているだと思います。おっ、まあまあまあ、あと間違いはあるけど間違いじゃなかったよなって思う方向に努力してるかもしれない。間違いの定義だよね。まあそれはあるよ。それはある、ね、間違いはあるよな。後悔は別にないもんな。思い返すときに対抗の効率を持ってたかっていうとそうじゃないけど、間違ってたかっていうと間違ってないよね。そうね、効率悪いと間違いを一緒に負担してる人が多い気がするな。恋なんかで言ったら別に俺段ボール1個で東京行って売れるわ思った時のあのチョイス絶対間違ってほしいね。そうだな。うん、じゃあ間違いは絶対あるよな。間違いはあります。吉田松陰の言ってました。僕の大好きな師匠、過ちて改めざる、これを過ちと呼ぶって。1回目のミスは間違いじゃないんだって。同じことしたら間違いなんだって。ニュートン、ん、お前新しい師匠見つけてないんだけど。師匠嫉妬、師匠嫉妬。吉田師匠は昔から大好きだから次いきます。はい、仕事をうまくサボる人の特徴、サボり方など術を教えていただきたいです。ああ、ね、まあ、全部 100% でやってしまう子なんでしょう。俺が苦手だって言った。どうしたのどうしたのジョン。俺はね、あの将棋に手抜きっていう概念があるんですよ。
これサボるってことじゃなくて手抜きっていうテクニックというかそういう概念があるのよ。それって決して悪いことではないのよっていうことを知った時に手を抜くとかサボるって悪いことなんだなと思ったんだけど悪いことじゃないんだなって。なるほど。とどんなんか言おうとしてたけど、でも3文字でタバコや。吸い抜けと。でサボる人の特徴かつサボり方を教えてください。タバコ吸ったらいい。タバコ吸ったらタバコ吸ったらうまくサボる人やで。えうまくサボる人タバコや。上司とタバコ。タバコ吸われへんかったらどうして。え、吸え。すごいこと勧めてるじゃんねえやな。昭和ちゃん。会社員はね、無限にサボっていいと思って。おー、なんでなん。これで給料下がんねえわ。あー、ガチの勘どころ抑えてさえすればって話だな。あ、そう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 。そこは絶対に踏んで到達しておかないと何かが破綻するライン、人間関係なのか、仕事の進行なのか。で、そうじゃないところはっていうのが分かるためにはまず一回きっちり全部100仕事やりきらないといけないから。確かに確かにね。仕事上でそのサボっていい勘どころが分からない、手抜いていい勘どころが分からないはちゃんと一回やったことがないんだと。なるほどね。全部やってきて、ここの努力をしてもパフォーマンスは低いっていうのが分かるよね。ここをやったらすごくパフォーマンスが出るっていうところが分かれば、パフォーマンスが出るところを先にやっていけばそんなに怒られないよね。点でしか仕事をしてないと多分勘どころは分からない。確かに確かに確かに。やっぱ俺も1回全部100でやって筋トレみたいなもんで、次80ぐらいできるな、じゃあ次60ぐらいできるなみたいな感じになって、そしたら余裕生まれてくるから、俺1回100でやるっていうのが一番ベストかなと思いますけどね。で、そして1回100でやってったら200がマックスやったのが400に増えてるとかもあるんですよ。あー、なるほどね。そしたら80をここにできるぞみたいな感じにできたりするんで、確かに最初頑張るのが一番かもね。そう、なんか体力があるうちに1回マジで頑張ってみて、コンビニの品出しとか、じゃあこれ60でできるやん次からみたいなとか、じゃあここ40サボれるやんみたいな。だから全部100でやるからみんな結構しんどくなると思うんですけどね。確かにね。それを60でできんのに100でやってたらそれしんどいよね。あと楽になってるに頼るっていうのも大事よな。全部自分でやろうとしたらしんどいから外の人がやるようにっていうね。外注したりとか。究極はあれやな、いい人でいようとしない。おー、誰に彼にもこう、いい人でいようと思ってる気がするんだよね、サボらない人っていうのは。この部門の人にもよく思われる、上司にもよく思われる、後輩にもよく思われる、何々さんからもよく思われるってなった時に、そんなの全部完璧できるなんてほとんどいなくて、しかも最低限この人には嫌われてもいいからとか、この人にはよく思われなくてもいいから最低限って思えるようなところを自分の中でちゃんと優先度立てた方がいい。なるほど。出世してなら上司の評価だし、同僚と義を通してなったら同僚の評価だし、上司には嫌われてもいいみたいな。それも言うたら勘どころですよね。あ、そうだ、変な話で、1年ぐらいマックスでやってみて、あ、ここの人にやっぱりこれぐらいやらしい話、100で行った方がいいなとか、そういう人の見極めをしてっていうことですね。そうそう。で、一回ちょっとマックスでやってみてください。パンド体を壊さで、ラーメンぶち込みます。食べたい。入れて。ちょっと嫌らしかったね、今。いや、らしかったというか、嫌でした。不快でした。てか、このここからさ、やっぱ小麦の匂い出るから、水差したら絶対いいな。あでも本当は茹でてから茹でるね、これ。あ、水持ってきてもらっていい？あります。館長の驚く。いけ、最高火力。日本酒を。お館長。館長。いやいや、俺めっちゃ嬉しいのよ。しかし飲む人が増えて。飲みたいでしょ。飲みたい。最近、あ、そう、スパークリング数危ない。多分スパークリング数は、ちょっと置いといた方がいい。いきまーす。はい、はい。自分の人生のターニングポイントを教えてください。おお、完全に YouTube 始めた時やな。じゃあ、リクルート辞めた時やね。俺もこの会社取られた時やな。100%。楽で。ん？いやいや、まだだね。お前なんか結婚したからか、俺らの目が濁ったんか、なんか下なってない。濁ったとか言うなよ。俺が言うなよ。フィルターを勝手に俺が通したやん。何覚えてあります？まだ来てないな。おっ、かっこいい。だって辞めるのと YouTube 関係ないもんね。監督のタレントポイントと全く予想つかんない。まだ来てないな。キリで、あっ、ある。師匠はもう3回ぐらい来てる。いつですか、師匠。いやでもあれかな、あの大学行ったら俺結構でかかって、多分。なんで？いやだからその動画編集とか学校で学んだけど。ああ、入ってからってことね。結構出会った人が俺は良かった。大学で会った人、どんな人？文化をすごい好いてる人が多かった。
サブカルチャー。あ、そう、漫画とか、あ、はいはいはい、小説とかもそうやし、うん、映画とか、そういうのがめっちゃ好きな人に、俺結構初めて会ったから。あ、そうなんや。めっちゃ好きな人ね。あー、なるほどね。バンドはやってたけど、そうそう、結構それがでかかったなっていうのと、東京来た時かな。東京来て、いつ来たんや、結構年前。会社員で、いや、バンドやりに来たから。あー、そっかそっかそっか。来てなかったら、そもそもこういう繋がっていってないから。あー、それも結構でかかったかなっていう、はい。あとやっぱ三つ目はもうだからあれ、転職やめてこっちに入ったって感じ。YouTuber ね。そうそうそう、うん、まあ、結構ターニングポイントかなっていうのがあって、まあ3つあります。なるほどね。ターニングポイントって何、分岐点ってこと、まあ、じゃない。あ、それ言ったら俺あるの、就職活動しなかった。あ、それはでかかった。なんでかっていうと、大学卒業するまでってレールなんと思ってて、俺はこれがいいよっていう大きな方向性を指示されてて、そっちを強く走れる人が評価されてたと思ってて、それって自分の力一つもいらないの考えなくて、ただ記憶して答えを導けれたら評価されるんだよ、お前すごいなって。けど就職って自分でどこに行くか決めなきゃいけない。しかもそれって誰かが背中押してくれるわけでもない。お前はどこ行きたいの？初めて放り投げられた時に俺は何もできなかった。したいことが一つもなかったし、今まで一つも自分の頭に考えたことなかったから。だから俺あれで1年ニートになってるの。なぜかっていうと、今まで俺うまくいったから、勝手にどっかの会社が俺を採用するだろうと思ってたの、スカウト来るだろうみたいな。そう、超バカだから、来なかった。ニートになった、1年。俺あれは本当にターニングポイントだったと思う。ちゃんと考えなきゃいけないなって。自分の人生自分で、もう終わったんだな、チーム戦というか、なんか誰かの言われた通りやればいいみたいな。あれは俺の中でめちゃくちゃターニングポイントだったね。皆さんの PDCA の強さと速さ、俺すごいと思うんだよな。でもさ、ほんまにちょっと怖いもん。アクラーメンだ。アクはうまみっていうね。そう、アクがまずいと誰が決めたんだっていう話。名前悪いよな。善だったらさ、みんな食いそうじゃない。そして多分何かがえぐいほど焦げている。あ、麺じゃない？麺や。危ないよ。混ぜて。あ、そうなんだ。あー、硬い。バイ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 。アクラーメンみたいな。美味しそうなんですけど。あ、じゃあ何の質問やったっけこれ。ターニングポイント。ターニングポイント。ターニングポイント。終わったじゃん。ターニングポイント終了。ターニングポイントは。人それぞれ。まあ、それは全部そうやね。まとめるまでもなく分かんない。絶対師匠じゃないだけど。だから聞いてるんやと思う。新入り、今の自分を支えてくれてる言葉教えてください。俺あるんじゃないか。俺は昔母親に言われた、あなたは人に恵まれてるからそのままいい感じで生きてみなさいみたいな感じで言われた。あ、結構なんか自信になってますね。人に愛されるからって。めっちゃ素敵や。それと俺もおかんのお前は運がいいって言われてまって言われたから、やっぱ信じるようになるよな。それそうだよな。運やで生きてくるから。それで言ったら俺もおかんの笑うとけから。わあ、なんかかっこいいな。人でなしはどうなん？人でなしはどうなん？人でなし。俺ホルミシス。え、何それ？ホルミシスっていう概念やな。ワクチンとかって毒やん。一回ね、弱い病原球で。そうだから、自分を壊さないレベルの苦労は自分のためになることない。ちょっと弱いものを入れた結果強くなる。ニーチェも自分を滅ぼさないものは全て私を強くするものだみたいなこと言ってて、はいはいはい、それはその概念が好きかな。筋トレもそうなんです。筋肉をぶっ壊したけど筋断裂とか筋損傷しないレベルだからもっと強くなるっていう、けど俺は壊れた経験があるの、心が何回か会社とかサラリーマンで。なのでこの概念俺はすごいし、筋トレを頑張ってる理由もそうな。俺は努力してこなかったすぎて、人生で努力が怖いし嫌いなの。けど努力っていいことを運んでくれることが多いじゃない、うまくやれば。けどそれって辛いじゃん。だからそれを自分の中で良いものとするために、その言葉を何度も心の中で言ってる。なるほどね。かっこいい。ただこの境目大事だよ。滅ぼされたら終わるから。あ、な、でも来てましたよ一個だけ。ジョンさん、よかったらそのうつ病の時の話ちょっとしてみてほしいです。はい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 。その時はやっぱね、俺は今言った通りずっとアマチュアに育ったんだよ。俺は調子に乗って言えばめちゃくちゃ頭が良かったの。ただその頭がいいって生きる頭の良さじゃなかったの。答えのあるものを導き出せる頭の良さだったの。結局記憶力なの。それって生きていくためにはそんなに必要なくて、だから何でも答えを導ければいいと思ってたし、善と悪があると思ってた。それに合わないものは良くないと思ってたんだけど、あ、答えって100人いれば100通りあるんだなと思って、だから人に自分の答えを期待しても良くないなと思って。それまでは俺が正しいとか俺の答えにならない人が良くないとか、なんでだろう、嫌だなと思ったんだけど、そこが俺はすごい大事だと思った。みんな違う答え持ってるから、それを受け止めたりとか自分の答えになるように期待しないでおこうみたいな。あ、ここやるよ。師匠超えてんじゃん。まあでもその親父に言われたのでいくと、まあ、宮本家はそんなお金で絶対困らへんから大丈夫やって、はいはいはい、言ってくれた。代々ね。実際俺にお金困った気もないから、
それは恵まれてるなと思う。フリーランスだったら普通にお金やばいよ、ね、普通はね。けど別にやばいな死ぬなみたいな経験一度もないから、それはなんかその言葉が言ってるのかもしれないね、もしかしたら。思い込みみたいな。そう、思い込みみたいな。僕は言う時に言われる言葉って大事やな。絶対大事だと思う。いや、これはだからほんまにそうなんよね、うん、言われた言葉の方が多分進むよね、人間って。自己自認で大事なんだと思う。私はこういう人間っていう、親に言われたらもうそうなんだって思うもんね。俺寝てたから素直に受け取れんかったな、そういうこと。なんて言われた、なんやかんや最後にはうまくいくから、うちは、うん、親にも言われてたから、結局和田家はそういう感じや、うん、俺ひねくれてるから、別に俺と取るから。あー、ちっちゃい頃がそうなんや。だから全然言葉として残ってなくて、支えになってなくて、今ジタバタしてるわけ。努力はするもんな。スコって入ってる側は、それが自信になってるから、そんなジタバタしない人生。俺と宗太郎はちょっとジタバタしてるよね。まあ確かに言い方がめっちゃガチやったからな、その時は。お母さん、ほんまに思ってるでって、ちゃんとはほんまに優しいし、すごい、運でよかったとか言われるから普通に。へー、ありがとうございます。それ嬉しいな。ダラさんに読んだことがなんか私の人生の誇りやとか言われて、めっちゃいいね。いいねなぁ。そっちここでが上がるわ。それはめっちゃ嬉しいな。目頭、目頭チャンスが来てるなと思って。今は、うん、鼻水ちょっと熱くなってた。ちょっとした鼻水した。鼻水か。鼻頭や。惜しかったということで鍋もね、すごいね、食べきったね。美味しかった。ちょっと良かったんじゃない。今回も美味しかったです。というわけで、はい、以上でございます。お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。まあちょっと恋愛からまあ人生、結構喋ったことないことも言ったんじゃないですか、みんな、うん、みんなのおかげでさ、5人のことを深く知れるのが嬉しい。あー、質問が来るからね。意外と知らん話出てくるよね、まだ幼少期とかになってくると。そんな感じで、はい、第2回こいつ男子食べ、これも好評でしたら、ね、第3回とやりたいね、続けていけたらなと思いますんで、はい、まあ、インスタのフォローもね、皆さん。あ、そうですね、はい、ぜひよろしくお願いします。お願いします。でも最後はこいつ男子食べてもう一回言うのかな。流行ってるしばらくそうやな、うん、今普通に言ったから。そうそう、師匠のあれで締めましょう。というわけで、こいつの男子食べ、ありがとうございました。ありがとうございました。使いました。これだけも使いました。やらしといて。流行ってないよ。そんな感じ。流行ってる。流行ってないよ。流行ってる。やつ鼻声やったもんな。師匠、はいはい、今日の鍋どうでしたか。今日はちょっと押されたジョンに。いや、これやっぱ寄ってる時のジョンはもうほんまスターです。やっぱ師匠といえどもそういうの気にするんですか。気にします。反省します。すいません。達成が達成が。お前の方はちょっとおもろそうやし MC。 あ、それこれベロベロで MC やろって一回やってみてもいいかもね。ジョンだけクソ寄ってるみたいな。このそうそうそう、この鍋に限らず一回やってるのは面白いかもね。ベロベロ寿司とか結構寄ってる時あるよ。あるなぁ。ちゃんと怒られてた時とかあったよ。あるなぁ。あるちゃんの時とか。あるちゃんに怒られてた。あるちゃん怒られてた。俺怒られてた。その動画で使えた範囲でガチ嫌だから。ああ、そうそうね。それはうるさいとか言ってた。確かに確かにな。あれもまた一級よな。R くんとか言ってたもん。リサーチの R くんも出てた。恥ずかしいな。おもろかったな。やりたいな。また今度じゃベロベロ聞くぞ。ベロベロ寿司またやりたいな。やりたいですね。まあそういうお会でもしかしたらジョンもベロベロなってるかもしれない。ディナーとかでね。なってました。なってました。大阪なってました。ました。めっちゃみんなの仲良くなったもん。しかもマイクなしで喋ったもんな。最後あのあと喫煙所でもベロベロで喋ってました。ディナーずっとやりたいって言ったもん。やりたい。そんな感じで楽しむ様子が見れるかなと思いますので、はい、ぜひ東京の公開を遊びていただきたいと思います。お待ちしております。概要欄から、はい、チェックお願いします。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。やばいやばいやばい。師匠不安不安。最後は師匠。不安不安。